時間、心理、歴史フランシスコデゴや作歴史学とは、過去の資料を評価、検証する過程を通して、歴史の事実、及びそれらの関連を追求する学問である。歴史とは、過去の事実を文献などを用いて収集し、編纂したものである。歴史序実は、古代から存在していたが、学問としての方法論を確立させた。 近代歴史学が成立したのは17世紀から19世紀頃にかけてである。西ヨーロッパではルネサンスの時代に資料批判の方法論が確立し17世紀以降に古文書学として成立していたが歴史家レオポルト・フォンランケはその資料批判を歴史研究において重要視する実証主義的な歴史学を確立した。ただ事実を記すのみとした。 ランケの実証史学は歴史学会に大きな影響を与え、今日の歴史学の基礎となった。しかし、文献資料を返帳することには問題があり、アナール学派の登場以来、文献研究以外の方法も模索され、人類学的な性格を持ちつつある。過去を教訓として受け取る態度は古くから見られるものである。例えば、ニッコロ・マキャベリのリビュース論は、 イタリアの黄金時代であった古代ローマの共和制の歴史を振り返ることで未来への教訓を見出そうとしている。しかし過去を安易に今日の基準で見ることは過去を色眼鏡で見ることになりかねないため注意が必要である。例えば今日戦争は悪であるとされているがかつては紛争解決の最終手段として戦争は肯定されていた。自分の時代の価値観や 倫理観を機械的に過去へ適用し、批判することは、しばしば歴史の実相を見誤ることになりかねない。歴史の研究は、歴史学者などが行っている。一般的に、歴史学者は、大学の史学科などで学び、修士号、博士号を取得し、論文を学術雑誌に投稿したり、学術書を出版することで研究を行っている。歴史学者は、 大学や研究所に勤めていることが多いが、個人で地域の歴史を研究している日曜歴史家、郷土視野なども存在する。歴史学の目標は、過去のすべての事実を調べることではなく、その中から自分の問題意識や関心に従って、課題を選択し、資料や先行研究を調査し、論文を執筆することである。EH カーが、歴史とは何かで主張するように、 歴史とは過去と現在の尽きることのない対話であり、歴史学者の置かれている時代状況に大きく影響を受けて、問題意識が醸成されている。しかし、歴史研究にはあくまで実証性が求められるため、資料や先行研究に基づかない恣意的な歴史叙実はできない。研究テーマが決まったら、まず先行研究を調査する必要がある。先行研究は著書、 学術雑誌に投稿された論文などという形でなされており、書店や古書店、図書館、インターネットなどで探すことができる。自分のテーマと関係する先行研究を探すためには、研究目録、歴史辞典などを見たり、その分野の入門書の参考文献を見たり、インターネット上でシニアや、国立国会図書館の NDL オンライン、大学図書館のオープックで検索することが、 必要である。本や論文を入手したら、それを読んで、他の先行研究を探したり、読むべき資料を見つけたりすることで、芋づる式に調査が可能である。先行研究を読んだ後は、論文を執筆するにあたって、それを参考文献として明示しなくてはならない。もし直接参考にしたのに参考文献として書かなかった場合は、表説、盗用として、 罰則を受けなければならなくなるため、注意が必要である。また、個別的な研究を調査する前に、通説や通詞を把握しておくことも必要である。大学で使われる歴史学の教科書や、シリーズものの通詞として、岩波講座、中央講論社や講談社岩波書店、吉川博文館などの丸々の歴史シリーズなどが出版されている。 これらの一般向けの歴史書の中には、新書として出版されたものや文庫化されているものもある。ため、図書館に行かなくても、書店で簡単に入手することができる。なお、歴史本の中には、学術的な研究に用いるにはふさわしくない本も多くある。それを判別するのは難しいが、一時資料を利用しているかどうかや学会で定評あるその分野の、 基本書とされる先行研究を載せているかどうかなどを見て歴史学の正当な手続きが踏まれているか調べればよい。また歴史小説などは原則として利用できないが歴史小説自体の研究を行う場合などはその限りでない。歴史資料は文書、書物、日記などの古文書、考古資料、絵画資料などがあるがこれらは古くからある家の倉庫や 古書店などに眠っていたり、あるいは大学や公文書館、博物館などに寄贈、売却されていたりする。また、また、日本国内にはない資料も存在する。歴史学者はこれらの資料を探したり読んだりするため、調査に出かけることがある。資料を見つけたら、作られた年代や心眼を調べるために、紙質や時代などを調べて、寄書ではないかどうかを確認する。その後、 資料の多くは、崩し字などで書かれているため、本国を行い、学会で研究報告がされたり、本や資料集として出版されたりする。資料は、書店や図書館などで入手、閲覧することが可能になり、多くの場合歴史学者はこれを利用して、研究を行う。しかし、資料に書かれていることがすべて事実というわけではない。そのため資料批判を行うことが必要である。 歴史学において、資料批判は欠かせない作業である。資料批判とはその資料が信頼できるものなのか、信頼できるとして、どの程度信頼できるのかを見定める作業である。例えばある事件について、資料 A と資料 B が矛盾している場合、両方の資料の性格を考え、どちらが正しいか確定していく作業が含まれる。資料 A が事件から1年後の、 第三者による伝聞であり、資料 B は当事者の日記だとすれば、一般には事件に対して最も近い資料が確実なものと考えられるが、当事者の証言には自己正当化が含まれることも多く、必ずしも真実とは限らないから、できるだけ多くの資料を集めて相互に批判検討を加えることが重要である。なお、伝聞であっても、 その事件に対する世間での評価を含んでいるなど、資料として利用できる場合もある。すでに編纂されている資料の場合は、著述者の立場により意図的な編纂が加えられている場合もある。例えば中国の生死は、東大以降、国家による編纂となったために、東大の王朝を正当化するために、先代の王朝の最後の皇帝などが実際以上に悪く書かれる傾向にある。 こうした資料を残した人の思想や心情、政治的状況、当時の社会状況を慎重に見定めることが必要である。テーマを決定し、先行研究を調査した後は、集めた資料を問題意識に従いながら読解することで論文を執筆する。本国され、刊行された資料は古文や漢文が読めれば使うことができるが、 崩し字のままの文章や外国語で書かれた文章を読解するのは専門的な教育を受けていなければ難しい。また、時代や地域、テーマ設定にもよるが、資料は膨大な量が残っており、研究者は日々これを読むことに不信している。古文書には内容以外にも形式に注目する必要があり、それは古文書学を学ぶことで知ることができる。資料読解ができたら、 それを論文にまとめる必要がある。論文には形式があり、それに従って書かなければならない。論文を執筆した後は、それを投稿して、世に問わなければならない。私学雑誌、歴史評論などの学術雑誌や、大学や博物館などが出す寄与を、地域の共同誌やグループが出している雑誌、学生向けの論文コンクールなど様々な発表の場があり、 そこに発表することで他の研究者が読み参考にすることができる。歴史観、または史観とは歴史の見方。それぞれの歴史観ごとに史実は異なり容易に一致させられない。しかしある時代に多くの人が共有していた歴史観はあり、古代ギリシアの循環史観、中世キリスト教の救済史観、近代啓蒙主義時代の進歩史観、 19世紀のナショナリズム士官等がある。そこから私学史が形成される。以下は歴史観の例、技術士官とは技術の進歩が歴史的発展を究極的に決定しているとする見方。歴史的、社会的変動の原因を技術とみなすことで歴史を技術の質的変化として考察する立場。技術士官では少なくとも次の2点が前提とされる。 技術は普遍的であり、いかなる社会にも共通して取り入れられる。技術は進歩発展し続けている。このような技術士官の見方では、新技術の発明と普及が、人間の生活様式、社会関係、社会構造、文化、思想の飛躍的変化を引き起こす。農業革命、産業革命、エレクトロニクス革命、という段階適用語は、その例である。ここでは、 時系列順に主な歴史観を列挙していく。歴史はある法則に基づき一定の方向へ進んでいくものという考えがある。近代において主流となっていた啓蒙主義や唯物史観においては歴史法則の発見が主要な研究目標とされ、20世紀前半はマルクスの発展段階説、冷戦後は文明の衝突論。 歴史の終わり論などが大きな影響を与える形で歴史法則研究が続けられてきた。しかし、実証主義を基幹とする今日の歴史学では基本的に一回性の連続であり、こうした普遍的、絶対的な歴史法則が存在するとする意見は批判が強い。また仮に何らかの法則性が存在したとしても歴史は人類文明に存在する全ての要素から、 構成されている、極めて複雑な概念であり、その要素がすべて解明されでもしない限り、普遍的法則を構築することは困難である。ただ論者によっては、緩やかな法則であれば、解明は可能とする論者も存在する。とはいえ法則のように見えるものは、概ね一つの仮説に過ぎず、例えば唯物士観は、正しいか、そうでないかということではなく、それが、 歴史的事象を的確に説明できる限りにおいて正しいものと考えられる。現代史の困難さ、例えば古代ギリシア史やルネサンス史を論じる場合と自分の生きる時代を含む現代史を論じる場合とでは後者に固有の困難さが生じる。現在の社会が抱えている諸課題が現代史には生々しく反映されてしまう。例えば第二次世界大戦のために 多大な被害を受けた人々が多数生存しており、未だその傷は癒えていない。政治の駆け引きの道具としてそれが利用されてしまうことも多い。日本でも特に第二次世界大戦前後をめぐる歴史認識について、いくつかの論争が起こってきたが、感情的なやり取りも見受けられ、客観的な評価を行う上での困難さが生じている。そのような事情を踏まえながらも、 事実や関連性を明らかにしていく努力が重ねられていくことは必要である。歴史学は日本では一般的に人文科学に分類されている。経済学や社会学、社会人類学との関係性から社会科学への分類を妥当とする意見も存在する。一方、欧米では社会諸科学との親和性から社会科学に分類されるが、こちらでも 人文科学と社会科学のいずれに含めるかについて議論が重ねられている。日本の大学においては文学部が歴史研究のみを専門的に行う史学科を設置していることが多い。しかし、法学科では、法政史、政治学科では、政治史、経済学科では、経済史、社会学科では、社会史、 教育学科では教育史、理学科や医学科では科学史などの研究、教育がそれぞれ行われており、文学部史学科以外にも学べる場所は多い。絵画、伝承、壁画、フィールドワーク、地理学、考古学など詳しくは、資料の項を参照。佐藤新一、古文書学入門法制大学出版局。ABCD 上山史郎、日本大百科全書、歴史館。 コートバンク、小学館、朝日新聞、ボヤージュグループ、2018年11月20日閲覧。ABCDFG e 石川明宏日本大百科全書技術士官。コートバンク、小学館、朝日新聞、ボヤージュグループ、2018年11月20日閲覧。猪瀬、久美恵、メグビクトリア町における、歴史学と文学。 電気という呪述スタイルから考える日本、ビクトリア朝文化研究学会、2017年6月8日、閲覧。マットリドレー、進化は万能である、人類、テクノロジー、宇宙の未来、大田直子、梶原太子、柴田博之、吉田道。 予約早川処防 2016ISBN9 兆7841億5 2 0 9 6371ピアニッシモ285から287フッツエコールデアナール小玉コータほか編日本史研究辞典、日本の歴史別館1993年 ISBN40 億8195万1 1 2ありがとうございます